はい、ハノイリビングの田口です。今私は、キンマトゥン通りに来てます。はい、もうずっと向こうは、ね、両西通りで、反対側のまっすぐ行くともうそこはリンラン通りですね。はい、このもリンラン通りに近い側、はい、すぐそこですけども、ここに、まあ、サンハウスサービスアパートがねあります。綺麗な、ね、白い建物 でこれいいのがやっぱ 角なんですね。横も抜けてるので側面にもねドーンと窓が持ってくれて、でこちら向きも窓がつくと、あとまあ反対側もあるのか。この横はそうですね、民家、普通の民家ですので、あの低層のところはねダメです。あ、でも窓はないですね、こちら側ね。はい、正面道路側と向こう側に窓がつく68の金馬店にありますサービスアパートですね。はい、ここ もほとんどほぼほぼ日本人が住んでらっしゃいます。下は駐輪場になってて、バイクとかもね、置ける、もう実際に置いてらっしゃる、家があります。あの方々もいますけどもね。じゃあこれから部屋ですね、2部屋ほど今空いてるので撮らせていただきますね。こんな感じ、中に入った感じもね、なんかちょっとゴージャスな、はい、雰囲気で綺麗にされてるんですよね。エレベーターもついてます。はい、じゃあこれから部屋ですね、撮っていきます。じゃあ部屋ですね、撮っていきます。エレベーターホールがあってね、このワンフロアに1、2、3、3部屋ありますよね。あとは非常階段ですね、非常階段の入り口があって、下まで降りれるというようになってるんですよね。はい、じゃあね、まずこの部屋、はい、撮っていきますね。はい、まず見てください。広さはね、だいたい50平米ぐらい、45から50平米ぐらいなんですよね。はい、若干狭いのもあれば普通ぐらい、50平米もあると。これはどうでしょうね、45か50かどっちか分かりませんが、まあこれぐらいですかね、45かもしれませんね。はい、まあ使いやすい間取りっていうかね、入り口入ってここですよね。はい、で冷蔵庫はこんな風に置いてあって、下足箱があって、で L 字型のキッチンですね。もうここに置いてあるものは全部家賃に含まれてるっていうか、自由に使っていただけるものですね。でダイニングテーブルがあって、窓で、窓にはねちゃんと網戸もついてるんですよね。これ偉大ですよね、網戸もちゃんとついてます。でまあちっちゃなソファーがあって、コーヒーテーブルで、パナソニックのテレビですね。はい、コーヒーテーブルもねちゃんとどっしりとしたね、広さのあるテーブルなんでいいかなと思いますね。パナソニックさんのエアコンを標準でつけてるみたいですね。はい、ベッドルームに入ってきて、ここがベッドルームですね。でパナソニックさんのインバーターエアコン、パナソニックさんのインバーターエアコンがあります。はい、窓ね、やっぱり、ね、こんだけ全部の部屋にこう窓がつくっていうのはいいですよね。このタイプで、ここも窓がありますよね。洗面、お手洗いもかな、つくのかな。はい、全部こちら側に窓が切ってあるっていうのはね、すごい明るいんですよね。はい、こじんまりとした単身向けのアパートです。乾燥機能付きの洗濯機があって、でトートのウォシュレットがちゃんとついている、はい、便器ですよね。はい、ちゃんとね、もう日本人、ここキンマトゥンなんでね、日本人街ですから、日本人が好むものは全部ね一通りも言われずにつけてますよと言わんばかりの、はい、で冬は寒い時があるんで、このウォームライトですね、こんなのもついてる。はい、女性の単身のお客様とかね、ここでいらっしゃるんですけども、はい、もう女性単身者でも洗濯機が中にありますので、はい、なんかこう使いやすく使っていただけるんじゃないかなと思いますね。はい、もう説明するまでもなく、もう見た感じそのままですね。はい、電化製品も全部ついてます。お鍋もついてる、どっかに多分あるはずですね。お鍋大中小、ここかな。はい、お鍋があって、フライパンとか一通りのものは全部あります。グラス、ワイングラスなんかもあって、なんかセットアップしないかな、 あるか。こういう、まあ単身の方が大体使うもの、一通りのものは置いてます。でここで換気扇ですね、手前に引くのかな。こう来ると、まあ電気つけてではガーッと吸い込んで、ね、窓の外に吐き出すと、はい、そういう機能がついてますね。はい、まあ使いやすい感じですよね。とってもなんか使いやすそうな、はい、完全単身向けですよね。
はい、家賃もね、まあ、850ドルぐらいから1000ドルちょっと超えるぐらい、はい、それぐらいの、はい、価格帯なんですよね。1000ドル前後なんで、まあ、予算が1000ドルですよという方にはちょうど当てはまるんじゃないかなと。上の方に行けばちょっと高いのかな、1100ぐらいまで行くのかもしれません。はい、この家賃に含まれますのはね、税金と管理費はもちろん、はい、ハウスキーピングサービス週3回つきますね。掃除も洗濯も全部やってくれます。アイロンがけもやってくれます。洗濯機はここにあるのでここで洗います。はい、共同洗濯機じゃありませんね。共用ではありません。はい、マイ洗濯機がちゃんとついてますね。はい、あとインターネットの使用料ですね。光ファイバーの Wi-Fi 付き。はい、で、ケーブルテレビの視聴料。日本の番組が、おぉ、38チャンネルつくんですね。はい、これが日本の番組の多分アダプターですね。38チャンネルってことは1週間自動録画再生機能付きですね。はい、1週間前に遡って自動的に録画しているので、はい、見逃したやつをね、遡って視聴するということもできる。その機能付きですね。はい、飲み水ボトルがね、2本までですね、サービスで付けますよと言ってくれてます。はい、これらもろもろが入って、ベトナムテレビのボックスもあると書いてますね。ベトナミーズテレビボックスってなんだろうな。はい、ベトナム語の勉強のためにベトナムの、テレビも見れますよという意味かもしれませんね。それもここで視聴することはできるというものが全部入って1000ドル前後だと思ってください。はい、金馬のね、これできたのが2018年の3月、はい、まあ、新しいですよね。はい、ですので、まあ、金馬の真ん中にできた林南通り、ここらもう歩いてすぐそこですね、林南通り、はい、できた、新しいサービスアパートですね。使いやすい、はい、日本人向けに日本製品で、はい、全部固めてますね。パナソニックのテレビ、パナソニックのエアコン、これは東芝さんの炊飯器。はい、多分日本人向けっていうのは非常にこだわってますね。はい、全部パナソニック製ですね。はい、こんな感じです。はい、内覧等のね、ご希望があればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。はい、以上キンマトゥンですね、林南通りのすぐ近くにあるキンマトゥンにできた新しいサービスアパートのご紹介です。もう一部屋ですね、あります。はい、ちょっとタイプの違う部屋ですね。これもワンベッドルームで今現在空いてるので皆様にご紹介しますね。はい、こんな感じですね。まあ、正方形のような間取りって言いますかね、こんな感じです。まあ、これも使いやすそうな、ちょっと入り口があって廊下部分が少しあるんですよね。はい、こんな感じですね。はい、L 字型の、まあ、キッチンがあって、まあ、備わっているものは全部一緒ですね。はい、パナソニック製を使われてて、冷蔵庫もパナソニック、東芝の炊飯器、パナソニックの、インバーターエアコンですね。パナソニックのインバーターエアコン。はい、これも、こちらとあちら。はい、両方とも、パナソニック製ですよね。はい、どうでしょうかね。まあ、こちらも、このタイプもあります。全部で3タイプあるんだと思うんですよね。はい、まあ、完全単身向けのお部屋。はい、入り口入ったすぐのところに、マイ洗濯機がありますよね。で、トートのウォシュレットはもちろん標準装備。はい、バスタブもつきます。うん、お湯のタンクはね、ウォームライトのね、暖かいですね、もつきます。で、お湯のタンクがこの上に80リットルですね、あります。はい、大体は50リットルなんですけど、ここ頑張って80まで上げてくれてますので、どうでしょうね、半身浴ぐらいだったらできるかなっていう感じ。あとはシャワー浴びて終わりと。はい、そんな感じですよね。下足箱があって、はい、こんな間取りですよね。はい、どうでしょうかね。まあ、使いやすい。外はキンマトゥンの道に面しています。キンマトゥンの道に面している。すぐそこがもう林南通りですね。はい、わかりますかね。もうそこにロッテが見えてるかなと。はい、こんな間取り、位置ですね。はい、日本製で固められている日本人のためのサービスアパートですね。